猫丸のグッドナイトスリープ。はい、時刻は0時半になったよ。グッドナイトスリープっていうあの変な番組やってるよ、今日は。MC は、衛星中国人風 VTuber の猫丸と、はい、FM ギドアン、FM ギドアンまだまだできない男、キャプテン中松がお送りいたします。あー、中松じゃできない男なの。私、いっぱいお話にして、中松さん、早くできる人にしてあげたいね。ありがとうございます。はい、よろしくよ。はい、頑張ります。私のこの番組は、埼玉からお届けしてるよ。話は中国人風だけど、住んでるの埼玉だから、そこんとこよろしくね。あ、この番組は、私の、ちょっとおぼつかない日本語みんなに聞いてもらう番組です。あ、猫丸男の子で猫丸のツイッターアカウント検索して、あ、みんなでいっぱい拡散してね。あと番組もあの YouTube やってるから、みんなの高評価とリプライと共有と、あとインスタグラムのフォローと、インスタとツイ、イン、ん？なんだっけ？ TikTok？ あ、日本語難しいね。日本語難しいけど、全部フォローしといて。番組はまたリスラジっていうアプリで、全国どこでも無料で、聞けるので、皆さんご活用ください。それでは、ここで一曲お届けします。コナミさんのLove to Me という曲です。聴いてください。で、今かかってるので、この曲が終わるのをカウントしてあげて、でマイク上げて、で話して、その間に帰りのピアノに変えてあげればいいです。声はこっちで聞こえてるんです。聞こえてます。ただこっちで今マイク上がってないので、向こうの声聞けないので、だからこっちで案内してあげないといけないです。でもこれ何秒前ってわからないな。これを見たらいいか。そうです。猫丸さん、今日のキャラ最高です。ありがとうございます。1回だけ放送でやったんですけどね。10秒前ですね。はい。はい、どうぞ。あ、いい曲だったね。中松さん、はい、今日私、はい、これがこのアバターになってたけど、どう思った？ああ、だから中国人なんです。あ、中国人なのか。私、エセよ、エセ。本物じゃないよ。そうですよね。本物のところをしっかり、あの、はい、勘違いしないでね。はい。あ、似合ってますね。中松さん、はい、あの、できない男なの？はい。できない男なの？まだ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 できない男ですよ。あ、今日はじゃあ、あの、中松さん、調教だね。はい。うん。私とおしゃべりしたら、はい、もっともっとできる男なるよ。お、それは。いっぱいなるよ。すごい。私のこの、あの、変な日本語聞いてたら、はい、多分あの頭の中、あの、革命起こるね。脳内革命が起こりますか。脳内革命起こって、あの、はい、すごいよ。だから食療法みたいな話ね。はい、うん、中松さんは、はい、今何やってたの？え、今日何やってたの？今日寝てましたね。あ、寝てた。はい、あ、そういう意味大事ね。寝る子はよく育つって言うから。はい。うん、私もよく寝てるよ。あの、はい、今日とかは、あ、だいたい12時ぐらいまで寝てたね。自分も、はい、うん。いっぱい育たないといけないから。はい。うん、寝る子育つから。
ですよね。私は、もう二十歳過ぎてからもうとっとと育ってるから、いろんなとこ育ってるから、中松さんもいっぱい寝たらいいよ。だから、私とのこの、ラジオの収録中は、大体3分の2ぐらいは寝てて大丈夫だよ。まだ大丈夫よ。しゃべらないといけないですよ。ああ、寝てるところの人に話しかけるのも面白いね。確か中に。松さん、いびきかく？あ、書く、自分は分からないけど、書くみたいですね。ああ、そうだね。私も書いてるみたいなんだけど、私はお母さんとずっと一緒に寝てたんだけど、お母さんすごいいびきかくから、私、いびきのものまねできるようになったよ。いびきのものまね？ものまねですか？こんな感じよ。あ、これ聞こえてないか。あ、こうしてたら聞こえる。ちょっと待ってね。聞こえすた？ごい、そう、はい、すごい寝て、本当に寝てるみたい。これ私長年の経験よ。ずっと横で聞いてたから、私はいびきマスターよ。寝たふりできるよ。あ、すごい。だすごからい特技。中松さんが寝てたら、私一緒に寝るよ。そしたら配信は、知ってる？なんか VTuber の人で、寝てる間になんか100万円ぐらいスパチャ投げられたって人いたよ。なんかニュースになってたよ。初めて知りました。もう2、3年前ぐらいだったかな。でもすごいね、寝てるだけで100万円稼げるって、夢のような仕事だね。そうですね、羨ましいですね。だから、私と仲間さんも寝たらいいと思うよ。ちょっとご誤爆ですね。炎上するかもしれないです。ああ、炎上商法ね。炎上商法しようよ、一緒に。ああ、でも仲松さんの家特定されたら困るか。そう、あ、大丈夫です。ま、誰にもバレてあ、ない大ん丈で。夫。大丈夫。じゃあ、炎上商法しようか、一緒に。仲松さんは、こんな私と、このキャラ話してどんな気分よ。楽しいですよ。あ、楽しい？毎回面白い話してくださって。いつもじゃなくて、今の気分どう？今の気分 どうだか。今ちょっとつかみどころがないんあ、つかでみどころない ね。思うツボね、私の。もうなんか中松さんの、ちょっと、どうしたらいいかわからない感じも、いい、配信になるね。なんで突っ込んでいいのか まだちょっと慣れてないです。慣れてないね。今日のそ猫こ村さんにが、は。ここを慣れたら、いつなんかステップアップよ。お、なるほど。できる男よ。ありがとうございます。できるようになったね。いや、今日、調教開始ね。意外に S なんですかね、猫丸さんは。私はもう全部エセね。もう、全部中途半端だけど、でもこのネタは結構なんか、配信で1回だけやったんだけど、みんな笑ってくれたね。これもアバターもこれ作ったんだけど、私作ってもらったんだけど、もう1日しか使ってないから、ちゃんとこの、エセ中国でやらないともったいないなと思って。赤いチャイナ服が似合ってますね。あ、本当？ありがとう。俺はどっちかっていうと、サングラスの方がアクセントね。このサングラスは、いい感じ出してるでしょ。確かに。このチャイナ服の赤に合ってますね。やっぱピンクっていうのがポイントね。エセっぽいでしょ？なかなか街ではいないです、そういうサングラスつけてる人。本当はなんか目に、くるくる、なんか、ラーメンに入ってる、なんだっけ、ナルトみなるたいと。な感じのサングラスもいいかな。ないね。なんなかっか、たね。オタクのキャラが
かけそうなメガネですね。ああ、そうね。私もちょっと、まあ、ぬるおたぐらいだから、まあ、そう、エセおたぐらいだから、中国人もエセだから、全部エセだから、私の話してることも大体エセだから、あんまり信用しない方がいいよ。わ かりました。私は、今日は、あれよ、ずっと桃鉄の資料作ってたね。前言ってましたね。データいろいろ作ってデーるタみやったいてな。るよ。今日は、オールシックスカードっていうので、どこからどこまでいけるかみたいなのを作ってたんだけど、途中で心折れちゃったね。何ですか？なんか、ああ、思ったより量多いね。量多くて、一枚一枚なんかスクリーンショット撮ってたんだけど、ああ、なんか途中で窓から日が差してきて、あ、私んちのカーテンもちょっとエセで、あれよ、たまにちょっと端っこが光来るから、それでちょうどパソコンの前に日が差す。それでちょっと日焼け嫌だから、私ちょっと夜まで休もうかな。お疲れ私様でもした。ラジオ終わったらまた頑張るね。中松さんは、モテツはそこまでガチではやったことないよ。そうですね。前も話したと思うんですけど、昔小学校かな、中学校ぐらいの時にファミコンでやってました。ファミコンの時は、なんか1進めるカードから6進めるカードまで、なんか1つずつあったね。今ないね。そうなんですか。変動器用。今はスペシャルカードっていう、1から6まで全部選べるカードあって、その1か1進めるとかないね。もう手抜きよ。どうやって進むんですか。ああ、それは、普通にサイコロ振ったら進めるけど、それ一緒ですね。昔は、カードの種類多かったね。最近は、あれかな？ちょっと佐久間さんが、お疲れしただかな？佐久間さんですね。私は、ちょっと桃鉄どっぷり疲れすぎてるから、そろそろ友達なくしそうだよ。桃鉄友達はいないですか？あ、桃鉄友達たくさんできたたね。くさんですよ。ああ、普通の友達がもしかしたら少し離れていきそうな気もちょっとだけしてるよ。あれって世界回れるんですよね、今は。あ、今そうね。桃です鉄よね。ワールドって言われてるね。自分の時は全国までだったかな、多分。多分ハワイとかあったかな、昔は。ハワイが言うてあったような気がします。私の、中国も出てきたから、そこちょっとポイント高いね。最初でも読み方わからなかったよ。確かに難しそう。なんだっけな。南京ってところあるけど、最初なんか南京って読んでたね。南に京都の京で、南京なんだけど、どうしたらこれが金って読めるのかなって。私、南南京。京都しか読めなかったよ。確かに自分も間違えそ間違えるね。う。でもなんかそういうお店あるらしいね、日本に。チェーン店で。なんか南京なんだかな。忘れちゃったけど、なんか南京ってつくチェーン店、中華料理屋さんあるね。美味しそうですね。おいしそうね。中華料理屋さん好き？好きですね。好き？何食べる？でも定番なんですけども、チャーハンが好きですね。ああ、チャーハン美味しいね。あれは炭水化物の塊ね。悪魔的な味してるよ。私は、チャーハン食べるときは、肉系と合わせるね。チャーハンと、なんかチャーシューとか入れるね。美味しそ私、おかず食いだから、肉ないとダメね。チャーハンの中入ってるエビとかだけだと、足りなくて、もうあの上に焼肉とか乗せたいよ。意外なんか、消食系かなと思ったけど、
肉食なんですね。あ、私は量食べないけど、肉たくさん食べるね。あ、そういえばちょっと思い出したんだけど、私、あ、これラジオでちょっと微妙ならいいんだけど、ちょっと気持ち悪いける話してても大丈夫？大丈夫です。あとでなんか編集とかできると思うんで、ああ、編集ね。素晴らしいね。編集で、じゃあ、やばかったらカットして、カットとか。その会話も全部カットしてもらいダメます。です。それはダメです。あ、ダメね、それは。私がちょっと小耳に挟んだけど、世界のどこかで、ごっくり、大食い、早食い、正中圏みたいなのがあって、それで、食べた虫に、空洞を塞がれて死んじゃった人いるらしいよ。すごい怖事件。どんだけ食べたの？私、それのを、生きてるのか死んでるのどっち食べたかわからないけど、でも、多分生きてたんじゃないかなって思うよ。空洞塞がれるって、もどもどして、噛めなくて喉を奥行っちゃったみたいな、これしか考えられないよね。普水と通か。に、早食い、大食い、先駆犬で、他の食べ物、あ、ゴキブリが食べ物かって言われると怪しいんだけど、これで、どんなに早食いしても、喉詰まった人見たことないよね。ないですね。ないよね。だからゴキブリも生きてたんじゃないかなと。思うけど、どう思う？仲間とさん、どう思う？ あまり想像したくはないんですけど。ああ、想像したくないね。でもこれは、ちょっと話題出ちゃったから、やっぱ想像しないとダメよ。リアルに想像して。生きてたのかああ、生きてたね。な。私はいくらお金積まれてもやりたくないよ。自分もです。難しいね。そんなの見たくもないね。世の中にはいろんな人がいるんですね。いろんな人いるね。それ、選手権ってことは、一人だけじゃなくて、たくさん食べてたってことだから、ですよね。やばいね。やばいですね。やばいね。これを開催するとこもやばいと思うけど、人も集まるのもすごいなと思ったよ。まあ、中松さんは、あ、これはできないように、できるようにならなくても大丈夫ね。一つだけできること多くなるけど、それはやらなくていいと思うよ。絶対やらないです。じゃあやらないね。あ、中松さん、マリオパーティーやったことある？スイッチでやったことあります。ああ、スイッチね。私も最近スイッチでやってたね。私は、マリオパーティー、最近ちょっとオンライン対戦やったんだけど、なんか、あれね、多分子供多いね。あれは、私、ミニゲームで無双しちゃって、ちょっとつまらない感じになってたかもしれないね。相手の人が。相手が子供ってわかるんですか？あー、なんか、スタンプの感じとかで、個人的な、私の、個人的な感想だけど、こんなイメージしたね。で、なんか、あれよ、なんか真ん中の人が、こう、ヒップドロップして、波をいっぱい立てて、これで、かわして頑張って、他の3人かわして、ステージ外に出ないようにするみたいな、ミニゲームあったんだけど、私、めちゃくちゃ連発されても全部かわしちゃったよ。すごいテクニッやばクいでよ。す。これかわいそうだなと思ったけど、あ、でも多分、あ、私ちょっと一瞬これやり込もうかなって思ったけど、あ、そういうゲームじゃないなって思ったよ。なんか大会とかあったらいいですね。そしたらいい結果出せそうなんですけど、あ、猫浦大さん。会があったら、そうね。あ、子供は出ないかもね。大人だけの大会になるね。なんか大会とか出たことあるんですか？そういうゲームの。ああ、ゲームの大会は、あ、昔あれで、格闘ゲームの大会出たね。おお、すごい。私は、あ、でも、初戦で負けたね。そうなんですなんか、か。いきなり壇上だったよ。抽選で、
36名とかのやつに当たっちゃって出てたんだけど、あれで、みんなレベル高かったね。みんな、あれよ、なんか YouTube とかで顔見る人だったよ。ちなみに何のゲームですか？何の格闘ゲームですあ、か？ブレイブルーってやつね。ああ、へえ。なんかコンボゲーって言われるやつで、20コンボとか普通に行くのを最初覚えたら、やっと初心者みたいな感じね。でもすごいですね。出ることに意味があるかもしれないです。そうね。いや、この中松さんをブレイブルでボコボコにしたいよ。私とやたらすごい挑発されて終わるよ。ブチギレさせるよ、ガマセン。ハンデください、ハンデ。あ、ハンデね、私が片手でやるよ。片手でやってたくさん挑発するよ。さすがに片手だったらあ、いいで勝負しそうも、かな。私初心者と片手でやったことあるけど、ボコボコよ。すごい。これは、あれね。あ、でも、難しいね。どのくらい、実際の中松さんがどれくらいなのかっていう、初心者詐欺の可能性もあるから、ぜひ、私、ちょっと人が信用できないから、実は、すごい今、ブレイブルやってる人かもしれないよ。自分その名前初めて聞きました。今度、ゲーセンで会ったらやってみて。やってます。私、楽しみにしてるよ。今の社交辞令だったらブチ切れるよ。いやいや、ちゃんと今日この後調べてみます。ああ、嬉しいね。嬉しいね。でももう7年前ぐらいに終わったゲームだから。あ、そうなんですか。そうよ。すごい古いゲームよ。最近のゲームじゃないんですね。昨日じゃないのよ。なんで終わっちゃったのかわからないけど。私、ちょっと悲しいね。でスも、トさい、リー、うん、あ、ストリートファイターもやってるよ。やってるんですか。やってるよ。私は、あ、最初に私使ってたキャラクターがめちゃくちゃ強すぎて、すごい叩かれてたよ。そしたら、使ってる人は、なんか、あ、私、美容院のお兄さんが、ストリートファイターすごい強い人だけど、その人に私そのキャラ使ってるって言ったら、あ、もうそのキャラは使ってる人は同じの使ってる人だけで楽しんでたらいいじゃないって言われたよ。ちなみに何のキャラなんですか？あ、JP っていう、ムキムキのなんかおじさんのキャラね。最近、あ、新作で追加されたキャラだから、多分知らないと思う。最近のキャラなんですね。最近ね、なんかヒゲのおじさんね、杖なんか持っわてかる、魔法の素敵ね。あ、なんかわかるような気がする。DP さん、でも最近弱体化したから、めちゃくちゃお仕置き食らったから、大丈夫？今は使っても大丈夫。でもその前は使ってたら、もうすぐ、あ、対戦ってネット対戦3回やってもらえるんだけど、同じ。あ、1回やったらもう断られる。ストリートファイターだったらなんか対戦できそうですね、猫村さんと。ああ、やりたいね。私と、じゃあ、一緒にやって、あ、JP は使っちゃダメよ。他のキャラで。あ、頑張るね。楽しみにしてるよ。今のも社交辞令だったら許さないね。早速ソフト買います。まだソフト持ってないんで。あ、そうソフト、ね。あ、あったら連絡ちょうだいね。わかりました。いや、私、そろそろ時間かな？ああとと5分ぐらい。2分ですね。2あ、2分分。ぐらいね。あ、皆さんは私のこのキャラどうだったかな、今日は。私もちょっと、どんな気分でみんな聞いてるのかなってちょっと気になるよ。すごい、ずっとこのキャラでいけるんですね。すごい、最初だけかなと思ったんですけど。あ、ずっとよ、ずっとよ。このアバター敷いてたらずっとよ。すごい。ああ、これはちょっと、でも、たまに私、これ、過激なこと言っちゃうから、このキャラだと。やっぱりなんか気持ちも入るんですね。こっち変わっちゃうね。憑依するね。表現いいですね。だから、ちょっとこれは、リハビリね。すごい、封印してたから、
ああ、もう論破しちゃうから、みんな。今日は大丈夫ですよ。自分は今のとこ大丈夫？今のとこ大丈夫です。あ、よかったよ。じゃあ、毎回これでいくね。毎回ですか？ああ、ちょっと考えるけど、毎回いくね、これで。自分はたまにがいいかな。たまに振るね。シュシュとくね。今日は、みんな見てくれてありがとうね。ありがとうございます。また今度、頑張るよ。お相手は、中国人風 VTuber 猫丸と、FM 技能はまだまだできない男、キャプテン中松がお送りいたしました。お疲れ様でした。また来週ね。バイバイ。バイバイ。お疲れ様です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 。猫間さん、お疲れ様です。これ聞こえてないのか。今聞こえてますかね。お疲れ様です。あれ、なんで聞こえないんだ。すいません。